よしよし、あぶねえあぶねえ、いい子だ。よし、いった。まだ蹴るやん。え、まだ蹴るやん。殺されちゃう、こいつに。いや、悪魔の子だ、こいつ。あれ、これ、追従モードになってる？あ、なってる。あ、よかった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 。出た！ちょっと待って、うえ急にでかくなりすぎだって、お前。ちょ、待って。じゃ、動画今まだ撮る準備段階だったのに。成長しやがって、こいつ。どうもこんにちは、ビクトルです。今回もドラクラやっていこう。獣の音がうるさい。ということでね、今回もドラクラやっていこうかなと思います。ということでですね、なんかいきなり、コカトリスがね、進化しちゃったんですよね。なんかどうやらコカトリスは時間で成長するみたいだから、俺前回さ、もうちょっとだけ粘ってればさ、成長する姿見れたんだよね。もったいな。ということで、前回コメントでね、名前募集したんですけど、たくさんのコメントありがとうございました。コカトリス、コカイン、ピエー、やめろやめろやめろ、マジで。危ないから。まあ、その手のコメントがめちゃくちゃ多かったんで、コカインのこと調べたら、なんかコカインって、なんかもともとコカの木っていう木に生えてる、まあ、アルカロイドっていう種類の有機化合物らしくて、かっこいいなと思ったんで、で、コカインとアルカロイドって名前かっけえなと思って、まあ、その二つにしようかなと思ってるんですけど、ちょっとさすがにコカインだとちょっとダイレクトすぎるから、コカインの名前を、まあ、コカから取ってコーラか、もう一個コメントにあったトリッピーにしようかなみたいな。絶対トリッピーって見た目してないわ、こいつ。もっと邪悪な名前してるだろ、こいつ。カタカナで揃えたいなってことで、まあ、コーラとアルカロイドくんっていう名前にしようかなって思います。なんかちょっとロボットみたいな名前になってるね。あ、ちなみにこれ名札つけてないんで、どっちがどっちか絶対わかんないっていうね。あと今回の本題入る前に一つだけ言わせていただいていい？橋本環奈警察多すぎ。カット。まあ、ということで今回ドラクラ何やっていくかっていうと、まあ、前回ね、まあ、言った通り、グーちゃん。グーちゃんのね、ちょ、彼氏見つけに行こうかなって思ってるんですよ、僕。いつの間にか勝手にメスにしちゃったけど、じゃ、グーちゃんのちょ、彼氏見つけに行くわ、ちょっと今回は。まあ、ということで、久々登場、ホムラで行こうかな、でけえ。お前、ちょっと、でかくない？ちょっとなんか、さすがに。で、今回なんか、ドラゴン繁殖しないんですかって、もしかしたらコメントであるかもしんないけど、単純に、今回肉集めてないから、赤いドラゴンがもしオスだった場合、育てられないっていうのと、まあ、せっかくだからアイスドラゴンの繁殖も見たいなみたい。熱い！ちょっと待って、熱い、死ぬ、俺が死ぬ、危ない、びっくりした。なんでなんでホムラじゃなくて俺がダメージ食らってんのそこはちょっとホムラ守ってくれよ。てか、ファイヤードラゴン繁殖したらさ、ファイヤードラゴン増えすぎじゃね？だってライムとホムラがいて、で、もう一匹赤いのがオスだったするじゃん。で、繁殖するじゃん。4匹になるじゃん。で、アイスドラゴンちょっと1匹っていうのは肩身狭くない？なんか。まあ、それだったら、まあ、アイスドラゴンもちょっと、ヒョウがオスだから、ヒョウともう1匹メス見つけて繁殖させて3匹で、全部で7匹。うん、大所帯。マジで。ビッグダディだわ。ビッグダディになろうかなって思います。確か前回この辺で見つけたよね、これ。あ、いた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 。めっちゃ可愛い、絶対。え、あんな白いヒッポグリフどう考えても可愛いだろ、これ。これ一回攻撃しなくちゃいけないんだよな。ごめんな。ごめんな。未来の、グーちゃんの、息子、あ、待って、これ体力少なくね？やばい！やばい！俺がやりかねない！やりかねないから。いや、さすがにこれだったら届く。いや、俺が矢下手すぎてなんか色変わったんだけど。え、なんかいつの間にかなんか身代わりが、身代わりになってる、なんか、普通のヒッポグリフ出てきちゃったんだけど。来た！これ来たんじゃない？来た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 ！オッケー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 。よし、これで投げろ投げろ投げろ、食え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 、痛い、ちょ、痛い、めっちゃ吹っ飛ばされる。ほら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 、食え、ウサギの足、あ、なんか滑ってどっか、お、食いついた、食いついたか、食いついたか、食いついたか、食え、いけいけいけ、食え食え食え、よし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 、まだか、まだ足りないのか、まだ足りないのか、まだ足りないのか、お前こんだけ渡してんのにまだ足りないか、いいぞいいぞいいぞ、よしよしよし、お、お、痛い、やばい、殺される、やばい、これ、いや、こんだけ強かったらグーちゃんの彼氏にしても問題はなさそうだ。死にたくない、俺。ほら、ここに2個あるから、一旦こっち側来て、一回蹴られよ、とりあえず。一旦蹴っていいよ。頼む、蹴ってくれ、俺のこと。いや、これで。餌で釣れ、餌で釣れ。よし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 、あぶねえあぶねえ、いい子だ。よし、いった。まだ蹴るやん。え、まだ蹴るやん、まだ蹴るやん、どっち、え、どっちなの、こいつ。え、ちょ、蹴る体勢になってる、完全に。あ、そういうこと、懐いたけど、ちょっと。蹴る体勢のまま懐いちゃったから、バグじゃん、これ、ちょ、やって、やめろや。やめろ、近づいてくるな、お前。おい、バグり散らかしてるんだが、ちょっと。よし、オッケー。これで乗れる。よし。無理やり乗っちまえば、こっちのもんだぜ。いや、ちょ、永遠に蹴られる。ちょ、待って、こいつバグってる。いや、痛い。ちょ、殺される。殺されちゃう、こいつに。いや、悪魔の子だ、こいつ。悪魔の子なんだけど。カット。
あ、よかった。ちょ、マイクラ再起動したら治ってくれたわ。あ、よかった。かわいいというか、かっこいいだな。かっこいいな、こいつ。え、こいつ名前何にしようかな。前回はヒッポグリフのグリフから取ったから、今回はヒッポの方から取ろうかな。キー君。まあでも、まあ、ヒッポちゃんも可愛いと思うしな。キー君にしようかな。まあ結構安易なね。なんですか、ちょっと待って、やだやだ、逃げろ。にヒー君の見せどころ、見せどころ、あぶねえ。燃やされるとこだった。仲間にして1分ぐらいで燃やされるとこだった。危なかった。仲間連れてきたぜ、グーちゃん。まあ、ってことなんで、せっかくだから、なんか僕あの鉄の馬鎧も持ってたんで、まあ、ちょっとヒー君ヒー君にもちょっと鎧つけてあげようかな。これでこれでまあ少しはね、ちょっと格好つくんじゃないかな。これで装備と OK。 色が地味だな、なんか白に鉄だと。逆にしてみようかな。グーちゃんはやっぱメスの設定だから、ちょっと守られるみたいな。あ、白なんか、これシルバーと黒でいい感じになったんじゃない。でこれでダイヤモンドつけると、おお、かっこいい。いいね、イケメン。で、繁殖の方法なんだけど、マジでうるせえ。え、肉集まるんじゃね、今回で。意外と。しかもなんかさりげなく腐った卵2個落としたし。あ、生まれちゃった。生まれちゃったよ。え、3匹目。ちょっとここでやってもなんか、いっぱいいるからさ、せっかくだからなんか広いとこでやろうかな。これ、いつものこのサバンナでやろうかな、ここで。ここでちょっとさ、子供産んでもらおうかな。どんな感じで生まれてくるんだろうってことで。はい。お、あ、待って。はい。お前らそこで営んでろ。痛い。俺が身を守る。どこにいる、どこだ、お前。よくも邪魔してくれたな、貴様。貴様、お前邪魔した罪は重いぞ、お前。あれ、あ、これあれか。動かさないといけないやつね、これ。ちょっと若干近づいてるけど。あ、来た。ワンドリングにして、これもう、これでどうや、どうよ。シチュー食べたやん。どう、え、グーちゃん、ヒー君、どう、お前ら奥手か、実はなあ。結構奥手だったのか、貴様ら。ちょ、お前男なんだから、男なんだから積極的に行け、お前行け、お前ちょっと頑張れ。ウサギの肉なくなったんだが、今ので。え、ちょ、一旦ステイで待っといて。じゃあちょっとあのシチュー持ってくるから、またちょ、この3匹連れてけばもう無敵だから、もうヤクザ。ここにいるな、行け。てか普通の敵対してないモブだから、一回攻撃すれば多分ビーム飛ばしてくる。ナイス。一回でもとりあえず敵対、なんか適当になんかパンチすれば攻撃してくれるから、これいいコンビネーションよ。これでビーム、おえー、いいね、いいね。コーラとアルカロイドのコンビネーションがバッチしすぎる。おっ、まさか子供のコガトリスもダイレクトアタックするとは。このワンダーリング自由行動状態にして、でこれで、あ、来た、はい、でこれであげる、来た、あ、飛んで、お、ちょ待って、グーちゃん、グーちゃん、グーちゃん、あ、グー、ええ、ちょっと、ちょっと、おーい、グーちゃん、グーちゃん、グーちゃん、戻ってきて、戻ってきてくれ、グーちゃん。こいつら2匹でちょ、お、駆け落ちしようとしてる、ちょっとこいつら、おい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 、離れるな、どんどん。ちょ、プラ君、俺どうすればいいと思う。え、え、マジでどっか消えたんだけど。ちょっと待って、え、本気でいないじゃん。俺近くうろちょろしてくれるかなって思ったけど、マジでいないじゃん。もしかしたらやっぱお見合い結婚は嫌だったんかな。やっぱあの、私は好きな人と結婚したいみたいな、そういう感じだったんかな。俺はもしかしたらグーちゃんに押し付けてたが、待ってくれ、待ってくれ、危なかった。まあ、ということで、こっからはね、ちょっとコメントとかで、まあ、言われてたものとか、まあ、ちょっと個人的にやってみたいなってことがあるんですけど、サイクロプスの目に矢を当てると面白いですよ、みたいな。もうずっと、なんか毎回動画投稿するたびに、しつこく言われたらさすがにやるしかないなって思ったんで、ちょっとね、それだけやるっていうのと、まあ、ゴルゴンの首で、ドラゴンって、あの、凍らせることできんのかな、みたいな。そういう実験をね、ちょっとしていきたいなと思います。確かになんか弱点目っぽいからね、目に矢飛ばせばそれはなんか起きるだろうとは思ってるけど、ね、早速荒ぶってますね。すげえ、ちょうどいい距離だから当てられそう。こっち向いて、こっち向いて、はい、みたいな。リズム天国にあるよね。こっち向いて、はい、みたいな。ちょっと待って、こっち向いてくんね、マジで。おい、こっち向け、いいぞ、よし、近い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 、はい、オッケー。え、なにこれ。あ、目つぶされた。え、すごい。あ、そういうこと？目つぶしされるよってこと？これ。え？こういうこと？あ、なんか目つぶされた瞬間弱くなった気が。あ、待って。あ、ちょ。オッケー。
あー怖かった。普通に強いこいつ。経験値めっちゃなくなった。どこ、あ、いたね。ちょうどいいやついる。これで石化できるかな。待って聞く。はい。いやダメだ、待って、近づかないと無理なのかこれは。いけ、はい、頑張れ。ダメだ、ちょゴルゴンの力を舐めちゃいかんぞ。いけ、凍らせよ。これは凍らせるんじゃない、石化だ。はい、待って、はい、起きた。おお、すげえ。危ねえ、間に合った、かっけえ。え、ドラゴンでも石化できるんだ、すごすごい。あ、でもこれ石化すると確かね、あれなんだよね、何もできなくなっちゃうんだよねこれ。え、ゴルゴン何でもいけるんだ、無敵じゃん。金色のガッシュベルにさ、いたよね、なんか石化して封印するみたいなやつ。あいつもチートじゃなかった。ということで、なんかちょっと離れたらなんか動き勝手に変わったんだけど、え、これって、う、何、どうなるんだろうこれ。え、これマジで壊せなくない、な、あ、うん、なんか今ヒビ入った。え、なんか色おかしくなってない、なんかバグかそういうあれ。ああ、壊せる、普通に石になった。いや強すぎ。そしてお前はバカ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。ということで、グーちゃんのちょっと繁殖見たかったんですけど、まあちょっと使用上しょうがないってことで、ちょっとね、まあグーちゃんもね卒業ということで、まあ見送っていただければなと思います。まあ結構活躍してもらったしね、グーちゃんにも。まあ次回はですね、ドラゴンの繁殖こそはちゃんとねできればなって思います。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。グーちゃん。